村山さん。うん？お役を辞めちゃうんすか？なんで？え？だってなあ、コブラちゃん、俺親子を辞めたら三の入れてくんねえかな。は？はあ、あれね、しかも三の入るとか言うし。あ？あれはまあノリ。ノリ？なんか三の楽しそうだなと思っちゃったんだもん。ああ、それって俺たちとじゃつまんないってことっすか？いや、そういうわけじゃなくて、しかし危険な喧嘩だったよね。いや、確かにあれは轟が仲間を連れてこなかったら俺たち3人だけでしたからね。こんな危ねえ殴り合いにあいつら連れていけるわけねえだろうが。なんだろバカ野郎。まあね、今考えると恐ろしいよね。ねえ古谷ちゃん、あれ古谷ちゃん、村山、まだ全日の時間だ。定時でこんな早く学校来てんの俺らだけだぞ。あ、そっか。いや、だって暇なんだもん。ああ、柔道場よりこっちの方が寝やすい。大変や、あ、大変や、大変や。